から始めると思います。どうぞよろしくお願いします。Thank you.
Wow.
ました。ありがとうございました。皆さん大きな拍手を。これは大和。大和取り組みです。はい。そうですね。結構八木町のこういうのどかなところに来るといつも時間の流れを忘れまして、あ、すごい緩やかな時間の流れが流れてるなっていつもどっちかというと町育ちなんで感じてまして、よく夏とかも山奥に家族で旅行に行ったりとかして自然の中にいるのがすごい好きなんですけれども、そういう時ってすごいこうなんていうかな、頭の中に会話が全然なくて、普段生きてたら何て言うかね、今だったらスマホ1台で何でも見れる世の中やし、何でも調べられるじゃないですか。で、勝手に情報もいっぱい入ってくるし、で、そういうの影響もあって、なんか、なんていうんですかね、頭の中の会話がすごい多い時代やなって思うんですよね。いろんなことを、余計なことを考えたり、先のことを考えたり、終わったことをぶつぶつまだ考えたりとかって。はい、なんですけれども、結構僕今まで絵描いてきて、なんてか分からんけど、要所要所に鳥が出てくるんですよ、いつも。お店の壁に描いたりとか、作品として一枚なんかキャンバスに描いたりとかするときでも。はい、で、なんかこう、鳥をですね、描いてるときに、何も考えてへんような顔やなと思ってね、この子の顔が。はい、で、こっちのいろんな色は、いろんな感情です、人の。はい、喜びやったり、悲しみやったり、焦りやったり、なんかこう、嫉妬やったり、不安やったり、安心やったり、満足やったり、いろんな感情がきっと皆さんの中にあると思うんですけど、でも、あの顔は何も考えてない顔なんですよ。はい。何も考えたいことも大事なんちゃうかなと思って、そのことをちょっと訴えたくて、最近、鳥をよく描いてまして。はい。で、せっかくのパフォーマンスなんで、今までで、一番描いた、でっかい鳥を描きたいなと思って、今日は、こういう自然の、豊かな場所で、のどかな時間の流れの緩やかな場所で描いてみたいなと思って、今日いただきました。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。